山本周五郎。猫目医師殺人事件。朝鮮の電話。その一。春田三吉は東方日報社の記者で。社会部の司法と言われていた。 おととしの春東大の放火を出るとすぐに入社したというまだほやほやの新人だが満2年にならぬ間に5つの大事件を扱いそのうち3つは警視庁の刑事諸君を出し抜いて自ら事件を解決しその記事を紙面に連載して帝都500万の市民をあっと言わせたものであることに100万円の殺人事件として知られているかのプカゴワ講師殺害事件は 何しろ被害者が外国講使であるため事件の迷宮入りとともにプカゴア国から100万円の賠償金を請求され国際問題にまで発展したのであるが春田三吉の素晴らしい活躍によって犯人がプカゴア国革命党員の一人であることを突き止め見事にこれを捕獲したのだから世人は驚嘆したこの事件は当時の全国新聞紙が筆を揃えて特報したから諸君もご存知であろうと思う 春田三吉はまだ若干27歳である色白の痩せ形でどちらかというとノッポの方だタバコを吸わぬ代わりにいつもチューインガムを噛んでいる絶えず歯を動かしているのは頭脳活動を明敏にするためだというのが彼の口癖である夏でも冬でも厚手ツイードの背広一つで決して街灯を着たことがない 帽子はおじいさんが要行した時だから明治23年だパリの古物屋から買ってきたという恐るべき骨董品でてっぺんにいくつもの穴の開いているのを平気でかぶっているまあこういった風貌であるこの春田三吉が第4番目に手がけた猫飯殺人事件ほど回帰を極めたものはあるまいこの事件では さすがの春田三吉が社長から二度も辞表を求められたほどでもともと痩せている彼がおかげで一貫目も体重を減らしたとぼやいているくらいだここにはまずこの事件を詳しく紹介しようと思う諸君は謎の教頭と言われている怪人不思議な人物のことを聞いたことがあるはずだ彼は二年ほど前からトカの各富豪や 政治家豪商を襲って現金はもちろん数万数十万円もする骨董宝物を奪う海賊だ当局の必死の活動にもかかわらず今日まで絶対にその正体をつかまれたことがないもっともこの海賊に襲われた富豪や政治家たちはいずれも悪徳不正の連中でそのため世間の同情はむしろ海賊の方に集まり日本のアルセーヌ・ルパン 現在のネズミ小僧次郎吉とまで評判を取るようになった春田三吉も無論この謎の教頭を狙っていたのだが他の事件に追われてまだ手をつける暇がなかったところが風禅実に思いがけなくも教頭の方から春田三吉に挑戦してきたのである12月も押しつまったある日春田三吉が出社して 社会部の自分の机へ向かうと間もなく、卓上電話のベルが鳴った。社会部の平部員で自分の机に電話を持っているのは彼だけだ。ああ、社会部の春田です。おはようございます、春田さん。社の交換手が出ると思ったら、向こうはひどくしわがれた老人の声である。どなたですか ご機嫌はいかがでございますかな誰ですか、君は用事なら早く頼みますよ。大層な気はやですな。実はいささか興味のあるご報告を申し上げたいと思いますので。というのは、丸の内の第一ホテルに上村鶴子夫人と名乗る新記帳者。さよう。 一週間ほど以前、ヨーロッパから帰ってきた婦人が滞在しているのをご承知でしょうな。それがどうしたんです今日午後8時10分、上森夫人のお部屋へある男が侵入します。そして、夫人の宝石類と現金を頂戴することになっております。春田三吉の第六巻はその時早く、 電話のの相手が謎の教頭ではあるまいかという疑いを持ったそこで電話の応対をしながら手早く机上のメモへ鉛筆で「この電話がどこからかかっているか交換台で至急調べろ」と書いて丸め向こうにいる給児の机の上へポンと放ったそれはご親切なお知らせ恐縮です。 は,るたはなるべく電話を長引かそうとしてわざとゆっくり構えたしてみると上守夫人は貴重な宝石類を持っているわけですなそのさようまず放火にして50万円はあるでしょうそれをすっかり頂戴しようというのです これは警視庁へもお知らせしておきました今夜の8時10分ですお忘れなくありがとうところであなたはハハハハハ相手はしゃがれ声で笑ったそんなお芝居はやめましょう春田君君はもうこちらが謎の教頭だということをご存知じゃありませんか 何のために交換台へこっちの電話を調べさせたんでするたは飛び上がるほど驚いたメモへ書いて9時に交換台を調べさせたことがすでに相手に知られているのだではこれで失礼相手はあざけるように言ったまた今夜8時10分にお会いいたしましょう あ、ちょっと急いで呼び止めようとしたがそこで電話がプツリと切れたチクショー春田三吉は思わず舌打ちをしたわかりました九児が帰ってきたどこからかけていた相手は何番だそれが隣の社長室です 今度は春田三吉まさに椅子から飛び上がったそしてダットのような勢いで社会部を横切りドアをけ離さんばかりにして社長室へ飛び込んだ部屋の中は新んとしているそして電気ヒーターに背中をあぶらせながら大きな革椅子に持たれて社長細野平五郎はぐっすりと眠りこけていた春田三吉はすぐ廊下へ飛び出し 開花から玄関の受付まで走り回って怪しい人物の出入りを確かめたがついに容量を得なかった社長社長起きてください春田は社長室へ戻ってくると大テーブルを叩きながら怒鳴った細野社長は痩せた革というわだを持っている白髪頭で白い口ひげがあって その名の名ごとく目も体も細いくせにひどく動作が鈍いまるで丘へ上がったカバのようであるはるたのわめき声に薄ぼんやりと薄目を開けそれから両腕を頭の上まで伸ばしながら大きなあくびをしてゆったりと椅子の上に身を起こした「あよく眠ったうちの新聞を読んでいると」 いい心持ちに眠くなるよまったく近頃の東方日報はまるで眠り薬のようじゃいい記事が少しもないという皮肉だ普段のはるた青年なら怒り出すところであるしかし今日はもっと重大なことが持ち上がっていたそれどころではありません社長謎の教頭が僕に挑戦してきました 丸の内第一ホテルに滞在中の上森鶴子夫人を襲って現金と宝石類を盗むというんですしかも今夜8時10分に決行すると時間まで予告してきましたおお面白いな社長の細い目が少し大きくなった面白いなるほどそれではもっと面白いことをお知らせ申しましょう

堂々と社長室へ乗り込み社長の電話を使って犯罪の予告をしたんですこいつは素晴らしい徳種ですぜ細野社長の赤い顔がピタリと動かなくなったそれから静かに椅子を立ち痩せたカバというあだ名をそのままぶらぶらと室内を歩き始めた侮辱だ許しがたき侮辱だそうですとも 犯罪者仲間の脅威の的だった東方日報は今や共闘の泥足で汚されたんですこいつをスクープされたら我が社は新聞界の笑い者です春田君捕まえろ社長は低い声で言ったすぐに丸の内第一ホテルへ行くんだ警視庁と協力してホテルの使用人全部を調べ上げろ 部屋の隅々を探れ、上森夫人の宝石を一個たりとも教頭に渡すな引き受けました。待て。社長は呼び止めて。君一人では心配だ。いや、君の腕を疑うわけではないが、何しろ相手は千軍万馬往来の怪人物だ。 僕も後から手伝いに行こうどうぞご自由に痩せたカバなどに来られてはかえって足手まといだと思ったが春田三吉は急いで社長室を出るとチュガムを一つ口へ放り込み帽子をひっつかんで外へ飛び出した「意外教頭夫人を殺す」 その1その夜第一ホテルほど物々しい光景はなかったホテルのある中通り二番地は角ごとに制服私服の警官が立ち番しているし辻町のタクシーには全部刑事が乗り込んで教頭の逃亡に備えているホテルは昼のうちから何度も大捜査が行われ屋上庭園から地下の燃料庫 ボイラー室まで隅という隅ネズミの穴に至るまで検索されたそれにも増して厳重なのは使用人の調査だったまず支配人から始めて部屋付きの給仕ベルボーイティガール掃除盤長番係交換手から料理人風呂盤まで一人一人呼び出して警視庁捜査課長自ら尋問に当たった 春田さん吉はもちろんこの捜査に立ち会ったが建物にも使用人にも異常のないことを確かめたそして遅い夕食の後3階の上森夫人の部屋へ上がっていった上森夫人は3階の789の3部屋を借りていた7号が応接間8号が居間9号が寝室で 寝室の隣が浴場になっていた夫人は定えという少女の召使いと二人でこの三兵を使っているのだ春田三吉は警視庁で鬼警部といわれる名探偵橋本刑事部長とともに応接室へ入っていった鶴子夫人は年の頃二十七八非常に美しい夫人でむしろ声援と言いたいくらい。 パリ一流の衣装店で作らせたという贅沢な部屋着を着て高価な香水を花のごとく体の周囲に匂わせている何か怪しいものが見つかりまして夫人は鬼警部に美しく微笑しながら言ったゆったりと寝椅子に持たれてすんなりした足を組み合わせているのが何とも言えず生めかしい橋本刑事部長はまぶしそうに目をそらして いや建物にもホテルの使用人にも怪しむべき点は発見されませんつまり教頭はいまだにこのホテルへいささかも手をつけていないのですつまりつまりと夫人が引き取った教頭は結局私の宝石を盗むことはできないというわけですのね仰せの通りです 2号地区はアリのハウス気もなく厳重な警戒線で取り巻いてあるしホタルの内外は二十数名の警官が張り込んでいます教頭が神様でない限り到底この部屋へ忍び込みあなたの持ち物へ手をつけることは不可能ですちょっとお伺いいたしますがと春田三吉ご所持の宝石類はどこへおしまいですか 寝室ですわ。夫人はにこやかに答えた寝室の枕ダンスの中に入れてございますもっと早く適当な銀行へでもお預けになった方がよかったですね私日本の警察を信じています教頭だけは別ですよバカな鬼警部がわめいた アメリカやフランスなら知ら知ぬことを日本の警察は犯罪者に馬鹿にされるようなちゃちなもんじゃないそうなってもらいたいですねぇ田さん吉はそう言い捨てると立っていってもう一度改めて寝室の捜査を始めた寝室は4坪ほどの広さで東側に窓北側の壁に飾り暖炉がありその脇に浴室へ行くドアがある ベッドは南側の壁に沿って置かれ頭の行く方に豪華な枕ダンスがあった春田三吉は床を叩いたり壁を探ってみたりどこかに抜け穴がありはしないかと30分もかかって調べたが結局何も発見することはできなかったどうだね。ね。何かかあったか、ね、春田が戻ってくると橋本刑事部長はからかい顔で聞いた。 君は深は孔子事件からこっちだいぶ気をよくしているようだが相手が謎の教頭では少し荷が勝ちすぎるぜ新聞記者は記者らしく我々の捜査を嗅ぎ回っている方が安全だろうありがとう橋本さんご親切は忘れませんよ春田はにっこり笑ってしかし僕は教頭から呼ばれているんです 彼の行為を無にするわけにはいきませんからねそして春田は絵画へ降りていったあとから手伝いに行くといった細野社長がどうしたわけかまだ来ないのである玄関まで出てみたがやはり来た様子はなかった時間は遠慮なくたっていく七時七時三十分 いよいよ時間は切迫してきた三階の廊下には十五名の警官が立場に当たった応接室には橋本刑事部長と春田三吉が頑張っている壁の時計が八時を打った時私疲れていますから寝室へ下がらせていただきますわと言って鶴子夫人は起き上がった そして二人に会釈し,して駒使いの少女と共に寝室へ入っていったその2春田三吉はさすがにじっとしていることができなくなった白昼堂々と東方日報社の社長室を侵され耐え難き侮辱を与えられているのである春田三吉だけでなく 東方日報社の名誉にかけても教頭を仕留めなければならないのだ。八時五分。橋本鬼警部がつぶやいた。春田青年は激しくガムを噛みながら時計を見た。とその時、寝室から駒使いの少女が出てきた。どうしましたはい、奥様がぶどう酒を召し上がるとおっしゃいますので。 そう言って少女は廊下へ出て行った橋本部長は吸っていたタバコを灰皿でもみ消した春田三吉も噛んでいたガムを吐き出し愛用のステッキを握りしめた張り切った弓弦のような息苦しい1秒1秒がたっていくしかし何事もない何事も起こらなかった8時10分 時間だ。鬼警部がホッとしながらつぶやいたその時である寝室の方に何か妙な物音がしたので春田三吉ははじかれたようにたった散歩で今を横切りながら寝室のドアへはせつけたその途端に中から「犬目犬目畜生」と叫ぶ鶴子夫人の声が聞こえ 幽霊かと妙な男のわめき声が起こった春人はとっさに中へ飛び込もうとしたがドアには内側から鍵がかかっていたそこで駆けつけてきた橋本部長と力を合わせてドアへドシンと体をたたきつけた寝室の中からは再び「助けて!」という夫人の悲鳴 ととほとんど同時に絹を割くような断末魔の声が聞こえてきたドアは貸し材の頑丈なものだったがそれでも2人が押し破るまで3分とはかからなかったに違いないそれにもかかわらず2人が押し破ったドアとともに部屋の中へ転げ込んだ時にはすでにすでにそこでは残虐な犯罪が行われた後だった ベッドの横のところに白いガウンを血まみれにして上森鶴子夫人が倒れているそしてはだけられた雪のような胸の左の乳房の下にぐさとばかり担当が突き刺されていた夫人の胸から流れ出た血はベッドのシーツから床のじゅうたんまで染めさらにカーペットの方まで広がっていた春田三吉は 一目見るよりすぐに隣の浴室へ飛び込んだ。しかしそこには誰もいない引き返して窓のよろいどを調べたがそこにも内側から鍵がかかっているこの間に鬼警部は急を警戒の者に知らせてホテルの出入りを一切禁じ自分はベッドの下や置き戸棚の影を探していた何者もいないネズミ一匹いないぞ 足元部長は狂気のように叫んだこんなバカなことがあるか一方口ちの応接間には我々がいた今の外廊下いっぱいに警官が立っている窓もドアも内側から鍵がかかっているしかもその中で殺人が行われるとは事実は事実ですそしてと言いかけて春田三吉は一足飛びに枕ダンスへ駆けつけた そうだ、宝石教頭は殺人を犯した奴の手は血で汚れたのだ全警察力を上げても彼を捕獲するぞ奴は殺人鬼だ待ってくださいそれは違います春田青年が部長の言葉を制した時どこからか人のうめく声が聞こえてきたおや変な声がします うん、うめき声だなしかもこの寝室の中です春田三吉は声のする方へ近寄っていったうめき声は北側から聞こえてくる春田三吉は全身を耳にしてすり寄ったがやがてそのうめき声が飾り戸棚の中から聞こえてくるのを知っていきなり鉄製糖果をつかみ力任せに引っ張った 河灯火ががたりとなったと思うと火床がパクリ焼いて向こうに薄暗い抜け道が現れたしかもそこに誰か倒れている部長、誰かか倒れてて、います。す待てうかずにらしをするな。橋本刑事部長は素早く右手にピストルを取り出しながら左手で懐中電灯を差し付けた その間に春田三吉は倒れている男を抱き起こしたが懐中電灯の光で相手の顔を一目見るなり「あ<っ>とのけぞるばかりに驚きの叫びをあげた笑う回答その一。 飾り暖炉の向こうに倒れていたのは何者であったか細い絹紐で拳銃に縛られ猿器をかわされている背広服の男注意しろ危険だぞ声をかけながら橋本刑事部長が差し付ける懐中電灯の光で一目見るなり春田さん吉はのけぞるばかりに驚いたああなたは社長 作用意外にもそれは東方日報の社長細野平五郎その人であった春田三吉は狐につまわれたような気持ちで社長の戒めを解こうとした橋本部長はそれを見ると慌てて「待ちたまえ!」と押しとどめ社長の体を寝室へ運び出して身体検査を始めた春田青年はあきれて。 橋本さん、あなたはまさか社長を疑っているんじゃないでしょうね場合によれば君だって疑うぜ部長は吐き出すように言いながら細野氏の体中を点検した後縛ってあった絹ひもの結び目まで丁寧に調べ始めた細野氏はさっきから見惑えしながら早く解いてくれという合図をするのだが部長の身体検査はまるまる15分もかかってしまった よろしい。やがて部長の許しが出て猿靴を取り戒めを解かれるや細野平五郎は地団打を踏んでわめき出したこのサバども能なしの穴熊殺人犯人を完全にしてアホのようにわしの身体検査などしている見ろ犯人は貴様たちが遊んでいる肥満に 悠々と逃亡したぞこのニシンの頭目はんにんはにげたどこへかざり暖炉のうしろにぬけみちがあるんだ。やつはわしにうたがいのかかるようにしておいてそこから下へにげたのだしかし出口には全部網がはってある。 そんな網が何になる警官まで捕らえろとは言ってあるまいな何だって橋本部長は目を向いた細野氏は冷笑してそうさやつは警官の服を着ていたよしまった橋本部長はダットのように飛び出していった 果たして細野平郎氏の確かにおよそ20分くらい前に一人の制服警官が地下室から出てきて部長の命令で警視庁へ行ってくると言い,い部長用の自動車に乗って立ち去ったということが分かった橋本鬼警部がどんなに悔しがったかは言うまでもないそれから抜け道の捜査をしたがそれは厨房の脇から寝室の飾り暖炉へ通じているもので 元はそこに非常はしごがあったのをそのまま壁で塞いだものだった橋本部長は犯人の乗って逃げた自動車を押さえるように全市の警察へ非常手配を命じておいて再び寝室へ戻ってきたところで細野さんあなたがどうしてこの寝室に来ていたのかそれを伺いましょうわしはもう5時間も前に来ていたよ 細野氏はタバコに火をつけながら相手が教頭とあってはとても諸君の力では足りないと思ってねお手伝いするつもりで来たんだそれは光栄ですなしかしお手伝いが飛んだことになってお気の毒ですどういたしまして細野氏は部長の皮肉を軽く受け流して わしはここへきてひととおりたてものをしらべるとすぐにあのぬけみちをはっけんしたつまりたてもの構造のこうぞうのぐ合いからしてどうしてもあのあたりにひじょうばしごがなければならんとかんがえたんじゃそこでしちゅうしつをしらべるとりょうりをはこぶリフトのたてあなにもとのひじょうぐちがよこからみえていた これだなと気がついたのでそこから潜り込んでいくと果たして非常はしごがあって3階へ通じているわしは音のしないように注意しながら登っていったそして今一歩で寝室へ出ようとした時あの時上森夫人の悲鳴が起こった わしは急いで飛び出そうと飾り暖炉のふたを押し上げた途端に向こうから犯人がわしの頭を殴りつけたので不覚にもわしはそのまま倒れてしまったのだがその時犯人が警官の服を着ているのを見たのじゃ大胆不敵なやつだ 部長は,はぎしりをして叫んだだが教頭め、今度は殺人を犯している今までの馬鹿げた世間の同情もこれで帳消したぞいや教頭は殺人はしませんよ春田三吉が断固として言ったその2 だって現に上森夫人を教頭は殺人をしません春田青年は重ねていった教頭の狙ったのは宝石ですもしこの犯人が本当に教頭なら夫人を殺すより宝石を奪って逃げたはずですところがご覧の通り宝石には手もつけてありませんそれは夫人に発見されたからだろう 僕ははそうは思いませんね。この事件はそんな単純なものではなさそうですよ夫人は犯人に襲われた時「犬目犬目」と叫んでいましたそれから犯人の声で「幽霊かというのも聞こえましたこの2つの言葉に何か謎があるとは思いませんかまあそんな謎はそっちへとっておきたまえ要するにだ、教頭は。 午後8時10分に夫人の部屋を襲うと予告したそしてその時間に犯罪が行われたのだこれで犯人が教頭であるということに疑いはあるまいとにかく我々は教頭を捕まえてみせる必ず奴を捕獲してみせるよそうですか僕はまた教頭ではないと思いますから僕の信ずるところをやってみます すると君は我々と競争する気かねえ。僕は真犯人を突き止めさえすればいいんですお手柄は部長に進呈しますよ春田三吉は皮肉に一遊して立ち上がった細野社長と春田三吉がホテルを出るとき会課の尋問室では上森夫人の小間使いである可憐な少女早苗が刑事たちに厳しく尋問されているところだった 君は本当に犯人が教頭でないと思うかね外へ出ると社長が言った単に僕が思うだけじゃありませんるたはチューインガムを口へ入れながら教頭でないということは事実ですよどうしていいじゃ神出鬼没といわれる教頭があんなヘマなまねをするはずはありません 全体何の必要があって夫人を殺すんですでは犯人は誰だ二つの家庭があります春田は声を潜めて第一は教頭に恨みを含むやつがいて罪をなすりつけるためにやった仕事第二は夫人に恨みのある男この二つですね僕は第二の方が有力だと思います どうしてね。犯人は神森夫人を襲った時「幽霊かと叫びました幽霊とというののは何のことかか。ご存知知ですか知らんねえなんじゃ。ギリシャの哲学者で大数学者のアレキメデスというのをご存知でしょう。アレキメデスが比重の法則を発見した時に思わず叫んだのがこの「幽霊化」という言葉なんです。 本来その言葉には何の意味もないんですがそれ以来「発見したぞ」というような意味で使われるようになりましたつまり犯人は上森夫人を「発見したぞ」と叫んだわけです細野社長はひそかに舌を巻いたただわからないのはとしばらくして春田が言った午後8時10分にホテルを襲うと約束した教頭が ついに姿を現さなかったことですよ何かつまりそのと社長は低い含み声で言ったつまり教頭の方に都合の悪いことができたんじゃろうとするとやつは初めて約束を破ったことになりますね少なくとも僕に対しては一本借りができたわけです そう言って春田三吉は笑った社へ帰ると春田三吉はすぐに長官の原稿を書き始めたそれは警視庁で発表する共闘殺人犯の説に対して犯人は別にあるということを主張するものであった社長は十時近くまでいて帰ったが春田は原稿が組み上がってくるのを待つために残ったすると 11時10分ほど前のことである机上の電話がジリリンとなったので受話器を取ってみると「ええわ春田君という声「あ<っ>と春田青年は危うく飛び上がりそうになったそれはまさに今朝聞いた教頭の声なのだ「8時10分にはお目にかかれなくて残念でしたね」 と言って相手は含み声で言った。だが誤解しないでください。教頭は約束を無にするようなことはありません。僕はホテルへ行きましたよ。ただ意外な事件が勝ち合ったために、宝石を頂戴することができなかっただけです。ホテルへ行ったという証拠には、君が橋本部長と議論して、犯人は教頭でないと主張してくだすったのを知っています。 君の頭は素晴らしいです。おっしゃる通り、僕は決して殺人などはしませんからね。そう言って教頭はからからと笑った。猫目医師の謎。その一。さて要件です。 教頭は続けたあなたは僕が殺人犯人でないとかばってくれた僕は実に感謝してますそこで感謝の印に今度の事件に関するいいものを申請しましょう何ですか会ってから申しましょう今すぐに来てください大森の防水路ホタルにいます2階の6号室で 東洋だと言って訪ねてくださればわかります。君自身がいるんですか教頭自身お目にかかりますよ。だが、決して同伴者を連れてきてはいけませんよ。もし警官でも連れてくるようだと、かえって君の身が危険ですからね。わかった。僕一人で行きましょう。では、 お待ちしています。そこで電話は切れてしまった春田三吉は椅子から跳ね上がった教頭が自ら会おうというのだ警察界の謎闇の世界の英雄犯罪を教頭と会えるのだ閉めた閉めた春田三吉は新しいチューインガムを口へ放り込むと 帽子をつかんで車を飛び出そうとしたがふと思い返して車長室へ戻り大テーブルの引き出しから社長のピストルを取ってズボンのポケットへ突っ込んだそして車用の自動車を命じて一路大森へとすっ飛ばしたへっ <laughs> 教頭先生春田はにやりとした春田三吉がどこまでもあまちゃんだと思うと間違うぜ。 殺人事件に関する手がかりをもらったらそのあとで君の体を頂戴したいもんだ春田三吉の胸にはすでに満々たる闘志が燃え上がっていたそれにしてもそれにしても不思議なのは教頭である橋本部長と犯人が教頭であるかないかを議論したのはあの狭い寝室の中であってそこには 橋本鬼警部と細野社長と自分だけしかいなかったはずだ隣の部屋はもちろん廊下にも警官が入っていたのだから立ち聞きをする隙などあるはずがないしかも彼はちゃんと橋本部長と自分の議論を聞いているのだ全く進出鬼没だどこに隠れていたのかあの飾り暖炉の他に抜け道があったのか さすがの春田三吉もこればかりは見当がつかなかった20分の後車は大森の高台にある防水路ホテルへ着いた受付で聞くと2階6号に豊田という人物が確かにいる名刺を通じて案内を頼むと一応電話をかけた後、お目にかかるそうですからどうぞ」と言って 宿直のボーイが先に立って2階へ案内したいよいよ教頭と面会するのだ果たして教頭とはいかなる人物であろうまた春田三吉は事件の手がかりを得たらその後で教頭を捕獲するつもりでいるが教頭はそれを知らないでいるだろうかそれとも教頭が春田を呼び出したことにも何か裏があるのではないだろうか 探偵界の若手花形と犯罪界の王者とのこの歴史的な会見こそ実に未曾有の事件と言わなければなるまい春田は2階6号室の前に来たこちらでございますどうぞボーイはドアをノックして「お入り」という返事が聞こえると挨拶をして下へ立ち去った 春田さん吉は部屋へ入ったそれは1 0ル四方ほどの洋室で南と東が大きなガラス窓になっており北側にアルユーブがあってカーテンで仕切り寝台が置いてあるという簡単なものだったこれはようおいでなされだ春田が入ると片隅のテーブルに向かっていた一人の老人が立ってきた 年のころ60余りで古びた羅斜の背広をつけ背骨の曲がったひどく痩せた体つきであるあなたが豊田さんですか春田青年は素早く相手をにらみつけながら聞いた老人は5本と枯れた咳をしてはい私は豊田さんに頼まれたものでして。 あなた様にお渡しするものを言いつかっているのでございますどうぞおかけありがとうで豊田さんはさよう何か休養ができたとかおっしゃって15分ほど前にお出かけなさいましたがの何要件は分かっておりますで 私から申し上げまするじゃ老人はそう言って大義うに直旗のポケットから紙包みを取り出した春田三吉は老人の様子を穴の枠くほど見守った果たしてこの老人の言うとおり教頭は出かけたのであろうかそれともこの老人こそ教頭の変装したものではあるまいかこれでござります。 老人は紙包みを差し出したその2春田さん吉は紙包みを受け取った開いてみると中から女持ちの指輪が1個出てきた「指輪ですね」さようでそれは台がプラチナで 大きなキャッツアイがいっている。そして和の周囲にはラテン語で「猫の目は太陽の光のごとく汝の動静を監視す」「汝偽る流れ」と書いてあったでこれをどうしろというのですかつまり豊田さんがおっしゃるのはこうですじゃ。 老人は咳をして、「その指輪は飾り暖炉の抜け道に落ちていたので明らかに犯人が落としていったものに相違いない私には何が何やら分かりませんがのうあなたにはお分かりじゃろうと言っとられましたなるほど春田は うなずいて指輪を紙に包むと上着の内ポケットへしっかりとしまってさてと向き直ったこれで第一の要件は済んだわけですねご厚意は感謝しますこんな重大な手がかりがある以上必ず近いうちに上森夫人の殺人犯人は突き止めてみせますよおお ところで第二の要件です春田三吉はズと椅子を寄せるふりをしながらいきなり右足で相手の椅子の足を力任せに前へ引いたふいを食った相手は椅子とともにダッとあおむけに倒れる「な何をなさる?」と驚いてはねをきようとするところを春田はひちょうのように飛びかかって押さえつけた。 気でも違ったか気は確かだ教頭先生うまく化けたつもりだろうが春田三吉の目は少しばかり見えるぜ動くなち違うわしはただ黙れ春田は叫びざま相手の上着の両袖をつかんで半分ほど引き抜きそれを後ろでしっかりと結び合わせてしまった 何のことはない強人病院で強人に着せる強要衣の形である。もうじたばたしてもだめだぜ。アルタは相手を壁へ持たせかけておいて、勝ち誇ったように立ち上がった。君の変装は実に巧みだったが、一つだけ失敗だよ。教えてあげようかね。それは君の屈さ。言われて老人はぎょっとした。 <laughs> 今さら見たって無駄だそのように背骨の曲がっている人間は必ず靴の前が減っているはずだところが君のを見るとむしろ後ろの方がすり減っているじゃないかつまり君の背骨は曲がっていない証拠さお<ー>老人は思わずうめき声を上げたどうだい もう泥を吐いてもよかろう参った参、ま、ったよ春田君殺人犯人が共闘でないというのを聞いて実は君の目に契伏していたんだが君は予想以上に頭が働くまさに僕の敗北だ兜を脱ぐよところでこう勝敗がついた以上はもう自由にしてくれるだろうな どういたしましてるたは冷笑した僕は警官じゃありません犯人捕獲の手伝いこそするが放免する権利は与えられていませんからねしかしまさか僕を警察へ渡しますともさぞ警視庁では喜ぶことでしょうきっと橋本部長は昇進しますぜバカな そんなことができるか僕を警視庁へ渡したって、上森夫人の殺害犯人は捕まりゃせんぜキャッツはそこらあたりの犯罪者とは種が違う。キャッツと戦えるのは、この共闘あるのみなんだ。あなたは、春田三吉を忘れていますよ。ダメだ君の腕にも敬服するが、奴だけは君の手にも負えない。 第一、君は猫名詞の指輪に掘ってあったあのラテン語の意味がわかったか何すぐわかりますさ冗談じゃないラテン語の辞典を引いているうちに第二の殺人事件が持ち上がるぜななんだってはるたはぎっくりとした第二 第3の殺人事件だ嘘だ証拠がある見せたまえ見せるだから僕を自由にしてくれいかんハルタはあざ笑ったそんな手に乗る僕じゃない先に証拠を拝見しよう仕方がない 教頭はあきらめて、あの机の一番下の引き出しを開けてみたまえ。そこに小さな箱がある。それを出してきてくれ。よし。動くな。動くと。そう言ってはるたはピストルを取り出し安全錠を外してみせながら、机の前へかがんで一番下の引き出しを開けた。 引き出しは湿気をくったと見えてなかなか開かなかったが両手で力任せに引くとようやく開いたとそのせつなであった引き出しが開いた瞬間内側から黒い鉄製の罠が飛び出してガチリとばかり春田三吉の両手を挟んでしまったあと叫んだが遅い 頑丈なわなは恐ろしい力で両手をかみしめ引いても押してもびくとも動かぬ <laughs> まさに転倒だね。教頭はさも愉快そうに笑いながら立ち上がってきた謎の指はその1 おい、春田君春田君耳元で呼ばれる声にふと気づいた三吉は目を分けようとしたが頭の中がひどく痛むし恐ろしくまぶしいのでしばらくは低くうなり声を上げるばかりだったもう一本注射を打ってみてください細野社長の声だいやもう大丈夫です そう言っていいるる。ののは社の雇い医師である春田三吉はそう思いながらそれからおよそ10分ほどは夢ともうつつともつかずうつらうつらしていたがやがて次第にはっきりと冷めてきたそして頭を振り向けてみるとそこは見覚えのある東方日報社の医務室で自分はベッドにいるし枕元には細野社長と医師が心配そうに立っていた。 ああ社長でしたか気がついたね気分はどうだそれより僕はどうしてこんなところへ来ているんです確か僕は大森の防水ローホテルだろうそうですあそこで教頭と 君の負けだったらしいな社長はにやりと笑って医師へ振り返り「もう結構ですどうか帰ってください」と言ったそして医師が立ち去ると枕元へ椅子を寄せてきて「2二時間ほど前にわしの家へ電話がかかってきた」もろん「無論教頭からさ」 君が防水路ホテルの2階6号室にいるから迎えに来いと言うんだ。そこで編集部の者を2、3人連れて行ってみると、君が倒れていたというわけなんだ。竹章。三吉ははがみをした。全警察界のお尋ね者、犯罪の王者たる教頭を完全に捕獲しながら。 ほんの些細な油断のために土壇場で取り逃がすばかりか、逆にこっちが翻弄された形になってしまったのだ。こんな手紙が置いてあったぜ。悔しそうな三吉の様子を見ながら、社長は一通の手紙を渡した。倒れている君の胸の上に置いてあったのだ。地球と上がきがしてある。三吉は手早く封を切ってみた。 手紙はタイプライターで打ったものでこんな失礼をするつもりはなかったが目には目という理言がある僕の親切に対する君の返礼の仕方が無作法に過ぎたからこんなことになったのだ責めるなら自分を責めたまえさて親切ついでにもう一つ君に教えるすぐ警視庁へ行って 留置されている少女殺害された上森夫人の次女に会いたまえそして僕の心停した猫目石の指輪を見せるのだこれはごく内密に行わなければいけないそして一刻も早くを要する君は必ず何か得るものがあるだろう教頭 三吉は寝台の上へ跳ね起きた。社長が痩せたカバの本性を出してのろくさと立ち上がり手当てをするために医者の脱がした三吉の上着を椅子の背から取ってやると待ちかねていた三吉は外側のポケットからまずチューインガムを一つ取って口へ放り込み 内側のポケットに紙へ包んだ猫目石の指輪のあるのを確かめると閉めたと言いながら寝台から飛び降りたあきれている社長を後に帽子をひっつかんで車を出ると今回はまだようやく朝の光が動き始めたばかりで野菜を積んだ車などが敷石道をガラガラ通っているありさまだった 四つつまで走ってタクシーを拾い警視庁へ乗りつけるといきなり駆け込んで橋本さんはいますかと受付へ叫んだ課長室にいられます。ありがとう。三吉は階段を跳れ上がって刑事課長室のドアをたたいた橋本鬼課長はいたおやおはようどうしたい お願いです。春田三吉は課長の腕を掴んで引き立てるようにしながら「神森夫人の次女の定江という少女にすぐ会わせてください」「大急ぎです」「何のために会うんだ」「第二の殺人事件を防ぐためです」お<っ>「鬼課長は目を向いて立ち上がった」 その2地下室になっている留置場まで薄暗い石の廊下を曲がり曲がりいく間三吉の胸は怒涛のように騒ぎ立っていた昨夜防水楼ホテルで謎の教頭は続いて第二の殺人事件が起こるぞと言ったそして手紙にも「定江と会うことは一刻も早く」 と書いてある。もし遅れたらどうしようと思うと2分とかからないその道が千里も行くようにもどかしかったここだ。橋本課長はそう言って第23号交流室の前で立ち止まった監視人が来て鍵を開ける薄暗い部屋の中に呆然と横たわっている少女は ドアの開く気配を知って怯えたように羽をきた三吉は課長に断って自分一人だけ交流室の中へ入ってくるとドアをピタリと閉めて「だえさんとおっしゃいましたね」と声をかけた定江は痩せ型の目の涼しいおちょぼ口をした美しい少女で昨日から警官たちの尋問ですっかりおじけがついたらしく おおどおどした様子で三吉を見上げているそんなに怖がることはありません僕は東方日報という新聞社の記者で決してあなたを疑っているわけではないのです定江さんのお家はどこですかはい私あの5時ですのアメリカで上森夫人に助けていただき一緒に日本へ帰ってまいりました そうですかでは日本にご親類があるかないかもご存じないのですねええダエはそっと袖口で目を拭いたお気の毒ですしかしご安心なさいもしあなたさえよければ僕が何でもご相談に乗りますよ名刺を差し上げておきますからここを出たら是非訪ねていらっしゃいありがとう存じます そこで早速ですがあなたにお尋ねしたいことがあるんですそう言って春田三吉は猫目石の指輪を取り出し少女の目の前へ差し出したこれは神森夫人の殺された現状に落ちていたものですがこれについて何かお心当たりはありませんか少女の顔色はさっと変わったこれがあそこに 何かか心当たりりがありませんかやっぱりやっぱり少女は怯えたように身を震わせたどうしたんです佐田さんま松井男爵が危ないんですえ松井さん外務大臣の松井さんです早く何とかしてあげてください出ないと殺されます 今度は春田三吉が行転した。松井男爵はヨーロッパの某大国で大使をしていたが先月初めアメリカを回って帰国すると同時に一躍外務大臣の営職に就いた人であるどうして松井外相が殺されるんですか猫名士の指輪です私サンフランシスコで上森夫人のお供をしてバツバツ国領事の夜会へ参りました その時、バツバツ国領事と松井外相との間に少しばかり口論がありましたその場は上森夫人が中へ入って無事に収まったのですけれど松井男爵はすぐお帰りになられましたそのお帰りになる時バツ国領事は「今夜の記念に」と言って猫目石の指輪を男爵にお渡ししたんですの定江は一息ついて語り続けた。 その時猫名士の指輪をもらったのは3人いました1人は男爵で他の2人は上森夫人とカナダ気仙会社のランドンという船長ですところがお私たちがカナダ気仙のコンドル号で日本へ帰る途中そのランドン船長は太平洋の真ん中で煙のように消えてしまいました 船の人たちは海へ落ちたのだと言っていましたが、今考えると、誰かに殺されたに相違ありません。船長の部屋には、謎のように、あの猫目石の指輪が残されてありました。そして、上森夫人の殺された時にも猫目石。二人続けて怪しい死にざまをしたとすれば、今度は同じ猫名刺を持っている松井外相の番ではないでしょうか。 春田様、少女の話を聞くうちに春田三吉は事件の秘密が少しずつわかるように思われてきたサンフランシスコにおけるバツバツ国領事の夜会領事と松井男爵の口論3つの猫目石事件の核心はここにある操っている意図はバツ,バツ国領事だ これは考えていたよりも大事件だぞ。そう思った三吉は。ありがとう。おかげでだいぶんはっきりしてきました。あなたの言う通り、本当に今度は松井外相に危険があるかもしれません。失礼します。春田三吉は立ち上がって。繰り返して言いますが、警視庁から出されたらすぐ僕のところへ訪ねていらっしゃいよ。 決して悪いようにはしませんからねありがとう存じます頼もしげに潤んだ瞳で見上げる少女を残して三吉はダットのように廊下へ飛び出していった 2> 第二の殺人事件その一大臣に合わせてください 長田町にある外務大臣官邸の玄関で春田三吉はわめき立てていた議会前でお忙しいから大臣は一切面会はなさいませんしかしどうしても5分間のうちに会わなければならんのだダメです受付は環境に拒絶して動かないよろしい三吉はうなずいて 例の猫名刺の猫指輪を取り出しではこれを持って行ってこう言いたまえ国家の重大事についてご面会したいと名刺はこれだ急いで頼む猫名医師の指輪が興味を誘ったか受付は不省不署に奥へ去ったが今度はひどく慌てて戻るとご面会なさるそうですどうぞ。 と言いながら応接室へ案内した。外相松井男爵は小柄の太った体で目の鋭い口ひげの濃いいかにも精悍な感じのする人物だったつかつかと応接室へ入ってくるといきなり指輪を差し出して「君かこの指輪を持ってきたのは」と立ったままで言う。 まるでひょうがほえるような声であるその指輪にご記憶がございましょうどうして知っている閣下春田さん吉は椅子から立って猫目石の指輪をもらったのは3名閣下を除いてほかの2人は殺されましたなんじゃと外傷の目がぎらりと光った 三吉は一歩前へ出てサンフランシスコにおける夜会でバツバツ国領事が3名の人物にこの指輪を送ったのです1個は松井閣下1個はカナダ棋船のランドン船長もう1個は上森夫人ところが日本へ開港中ランドン船長は太平洋上で謎の死を遂げ上森夫人は 第一ホテルの寝室で視殺されてしまったのですしかも両者とも現状に猫めいの指輪を残してやっぱりそうか外相は唇をかみしめながらそれで君の来た理由は閣下3人のうち2人は殺されましたすると今度は 格かの身に万一のことでも、<laughs> <laughs> 松井外相は高けつ笑いをして。君、ここは日本だぜ。フランスでもイギリスでもない。一国の外務大臣がそうやすやす。と言いかけたとき、タウラ次官が入ってきて。格か。 首相から支給のお手紙です。と言って一通の書面を差し出したおお外周はすぐ書面の封を切って読み下したがみるみるその顔に赤を注いだと思うとけしからん。脅迫状じゃ。とわめいた<下>と春田三吉が乗り出す 外相は手紙を三吉に渡しながら、君の予言が的中した。見たまえ。拝見します。三吉は手紙を開いた。見ると、青色の書簡紙へ赤のインクで、今夜午後八時十分、閣下の命をちょつかまする。いかなる防御をなさるとも、 我れらの手よりマヌガルルを得ざるべし教頭お教頭三吉は愕然とした午後8時10分といえば上森夫人の殺害された時刻と同じであるしかし教頭という署名は疑わしい決して人を殺さぬはずの教頭世の悪を凝らし弱者を救う教頭が 何のために外相を殺す必要があろう嘘だ春田三吉は叫んだ教頭というのは嘘です閣下第一閣下の身辺に危険の迫っていることを僕に知らせてくれたのは教頭なんですそれが閣下を狙うはずはありませんそんなことはどっちでもよい田浦君すぐ警視庁へ電話をかけて 一応、この手紙を見せておいてくれたまえ。しかし、特に警戒の必要はないから。やっか春田青年は強く遮って。これは単なる脅迫状ではありませんぜひとも厳重な警戒を馬鹿な。こんなくだらぬおろしにいちいち怯えていた日には、外務大臣などは務まらん。 君はサンフランシスコでわしとバツバツ国領事と口論したことが事件の原因を作ったものをと思っているらしいがそんなことはありえないあの時わしはバツバツ国の東洋政策を論断したのでそのために殺されるなんてバカなことがあるはずはないのだどうか でしゃばらんでくれ。そう言って外相は大股に立ち去ったその2首相官邸における閣議に出て松井外相が帰ってきたのはその夜8時20分前だった橋本課長がお待ちしています。 がが迎えながら囁いた。どこにいる応接間ですよし誰が来ても会わんからなかしもまわりました大臣はつかつかと応接室へ入っていったそこには警視庁の橋本刑事課長が待ちかねていて外相の顔を見るなり早速ですが閣下 とせき込んで言った。今夜の閣下は軽く見ておいでですがあの脅迫状は必ず実行されますぞ手は警戒しても無駄じゃないか外相は川張りの深い末ドカリと腰を下ろしながら言った第一、ホタルの事件を調べさせたらあの時も海賊は8時10分を予告した。 警視庁は全能力を挙げて蟻の入れる隙もないまでに警戒も終わったしかし海賊は悠々と仕事をしてしまったそうではないかそれについては弁解はいたしませぬしかし今夜はぜひとも無駄だがまあそんなに心配なら勝手にしたまえなに 何もありー郷原名外相はそう言いながら応接室を出て行った橋本刑事課長はすぐさま鑑定を辞して外へ出た外にはもう2時間も前から厳重な警戒陣が張り巡らされていたが刑事課長はさらに警官の数を2倍にすることを命じた一方松井外務大臣は応接室を出るとその足で時間室を訪れ これから2時間ばかり仕事を片付けるから誰も部屋へ入らぬように頼む面会者があっても取り次ぎをせんでくれ承知いたしました君は10時までここにいてもらおう仕事が片付いたら夜食を一緒にするからそう言って時間室を去ると 廊下の突き当たりになっている大臣の事務室へと入っていった大臣室は1 0ル四方の洋まで東側に暖炉がありそれに近く大型の事務テーブルが置かれてある南がフランス窓でこれには厳重に鎧のが下ろされてあった大臣が入ってきて今しもテーブルに向かってかけようとした時であった不意に室内の電灯がパッと消えたと思うと と驚く大臣の背後から何者とも知れずがっちりと羽交いじめにしたものがあるだ誰だし声を立たない方がよろしい会館は外相の耳元でささやいたそれからあの書類をお出しなさい急ぎますぞあの書類とは サンフランシスコで上森夫人から渡された書類です松井外相は愕然として相手を突き放そうと身をもがいたが快感は非常な腕力で抑え込みずるずるとカーテンの影へ引きずっていったさあどこにありますか知らんそんなものは忘れた受け取ったことは確かですねそうかもしれん 君は誰だ思い出してくださいもう5分しか時間がありません上森夫人から受け取った書類はどこにありますかおお外相は何か低い声で答えたそしてカーテンの影はひっそりと静まってしまった外務大臣官邸の大臣室に潜んでいた怪人物 水も漏らさぬ警戒人をどうくぐってどうして大臣室へ侵入したのであろうかこの間にも時計の針は進んで午後8時5分を過ぎていた不意に大臣室の電灯がパッとついたそして見よ、大型事務テーブルには松井外務大臣がうつむいてせっせと何か書き物をしているではないかどうしたことであろう あの怪人物はどこへ行ったのか松井外相はどうして人をも呼ばず平然と事務を取っているのかこの謎を解く前に我々は大臣室の窓の外を見るとしよう窓の外にぴったり身を寄せてさっきから室内の様子を見守っている青年があった言うまでもなく春田三吉だ「8時10分ジャスト!」 腕時計を見てつぶやきながらそっと右手のピストルを取り直したその刹那であった突然「プスップスップスッ」と小音銃の射撃音が聞こえたと思うと春田三吉の頭上の鎧のが砕け飛びフランス窓のガラスが粉みじんになって弾は松井外相の体へあられのように集中した。 春田三吉は松井外相の体が横さまに倒れるのを見ながらぼ然と立ちすくんだ追撃。その1小の猛者を浴びて松井外相の倒れる姿を見た三吉は「しまった!」思わずわめいて振り返った。 消音銃の弾道は彼の耳元をかすめた振り返ってみるとちょうど正面に道を隔てて隣政局の建物があるその2階の窓の一つが今しも内側から閉まるところだったあそこから撃った犯人はあそこにいる気づくのと行動を起こすのと同時だ2フィート近い塀をヒチのように乗り越える 警戒の警官隊はまだ事件を知らぬのか道の上にはまだ誰も見えなかった春田三吉はダットのごとく林政局の横手へ回り通用口から建物の中へ踏み込んだちょうどその時正面にある階段を2人の男が足早に降りてくるのとばったり目を見合わせた「こいつらだ」と三吉が感づく「せつな!」 相手の一人がいきなり持っていた銃を上げて撃つどっこい三吉はひらりと飛びの刻ま右手のピストルを狙い撃ちに浴びせたたん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 悲鳴とともに銃を持った方がダダダダッと凄まじい物音を立てながら階段を転げ落ちた三吉は大股に部屋を走り抜けると 狼狽して階段を駆け戻ろうとする一人を跳躍して後ろからパッと組みついた相手は5フィート余りの小柄な奴だったが恐ろしい呂力で必死に組みつく三吉の手を振り離していこうとする三吉は夢中で相手の足を掴んだこいつが見事に決まった快感の体は階段の手すりを押し砕きながらドッと下のホールへ墜落した 三吉も続いて飛び降りると起き上がろうとするやつを体当たりにタッと突き倒し「外には警官隊がいるんだ神妙にしろ!」と押し伏せる「くあ相手は英語でわめくと素晴らしい力で羽を切る三吉がひっつかむ手を強引に引きずったまま二三歩と不意に足を返すや 右手の拳で三吉のあごへ火の出るようなフックをたたきつけたあっくらくらっとめまいを感じてよろめく好き快感ははたたたっと階段を駆け上ったねえ逃がすか三吉は猛然と後を追った快感は2階から3階へ上ったそして3階の窓から外へ脱出すると かねて見ておいたらしく裏手に接して立っている暖房用煙突へ飛び移ってスルスルと鉄橋を降りたそして三吉がその後から伝い降り裏手の塀を乗り越えた時一足違いで快感は裏通りに待たせてあった自動車へ飛び乗りすさまじい速力で走り去るところだった「残念!」と叫んで足を宙に2三3 0メートル折ったが たちまちまぐんぐん距離ができたと葵坂通りへ出た途端に1台の空き車が通りかかったので三吉は身を躍らせて飛び乗り向こうへ行く車を追ってくれ早くと怒鳴ったど、どうしたんですスパイだ急げスパイガッテンです運転手は全速力を出した 向こうの車は着ぐるいのように走ったため池を赤坂見附へ出て清居坂を下りさらに四谷見附から麹町へ入って参謀本部から日比谷の方へ向かうわからん変な方へ行きやがるつぶやいていると意外や車はバツバツ署の前でピタリと止まったお、警察の前で する三吉車がギギギギッときしりながら止まるのを待って転げるように飛び降りて駆けつけるのぞいてみると運転手のいない車の中に一人の男が倒れていたどうしました旦那あとから来た運転手が声をかける君すまないが手を貸してくれよし来た 運転手に手伝わせて倒れている男を引き出してみると漢字がらめに縛られているあこいつだまさに林政局の二階から松井外相を狙撃した外国人である意外な結果に春田三吉は呆然と声をのんだその二、 謎謎だ、謎だ、全体これは何としたことであろう春田三吉は2人の教官を襲撃し1人をピストルで撃ち倒したそして残る1人を追い詰めてきた教官は待たせてあった車に乗って逃げた林政局の裏からここまで寸刻も目を離さず追い詰めてきたところが教官を乗せた車はバツバツ所の前で止まり 運転手のいない車の中に当の教官は縛られて倒れていたのだ誰が縛ったのだ？いつ？三吉は夢に夢見る心地でつぶやいたおや旦那ここに何か手紙のようなものがありますぜ会館の体を抱え下ろした運転手がそう言って男の胸のところを指さした 縛られている男の上着の下に1枚のカードが差し込んである三吉は手早く取り上げて読んだおめでとう春田三吉君君の活躍は素晴らしかったこいつはアンドレイ・ブブノフという名でバツバツ国機関員の腕利きだし君が打ち倒したやつは単にレバーの A と呼ばれている有名な暗殺団の一人だ 詳しいことはこいつを調べればわかるだろう。君はこれら二名を仕留めたのだ。多分君は今月から昇給だぜ。もう一度おめでとう。教頭こと。日本ルパン。うーん、教頭か。三吉は思わず、簡単のうめきをあげた。 運転手と2人で教官を署の中へ担ぎ込むと三吉はすぐ警官の1人に男を引き渡して外務大臣官邸の警戒本部へ電話をかけ橋本課長を呼んだ課長はおられません返事は簡単だった。たいいないってどどうししんだ30分ほど前にそちららへ帰られました三吉は電話を切った そばにいた警官の一人がああ課長ならお部屋にいますよと注意したしかし重要な業務があるから誰も来てはいかんという申し付けですチッこちらこそ重要なんだぜ舌打ちをしたが仕方がない三吉はどっかり椅子へ腰をかけたチューインガムをかみながらまず考えたのは 教頭のことであった実に不思議な人物である今度の事件では最初から三吉は教頭に助けられてきた影になり日向になり三吉のために助力してくれた何のためだ何の必要があってこんなに三吉を助けるのであろうかそこに謎がある三吉は腕組みをした。 何のために影武者として活躍したかそれを判断するのが先だ彼も一個の法律破壊者である何か目当てがなくて無駄骨折りをするわけがないでは何が目当てかそうつぶやいた時三吉の頭へピンとひらめいたものがある神森夫人の宝石 三吉は椅子から跳ね上がった。そうだこの事件の最初に教頭は上森夫人の宝石を頂戴すると言っていたではないかやつの目的物はあの巨万の石だそしてその宝石箱は今この警察署に保管されている春田三吉の目がキラリと光ったとその時玄関の方から慌ただしい足音が聞こえて 二人の部下を従えた橋本課長が現れた。仰天したのは三吉ばかりではない。内勤警官は目をパチクリさせて、ああ、課長さんと叫んだ。あなたは外出なさったんですか何を寝ぼけているんだ。僕が外相官邸へ警戒に行ったのを知らんのか。しかし、 20分ほど前に帰られて誰も来てはならんとおっしゃって課長室へお入りなさったはずですが何僕が帰った鬼橋本の顔がさっと青くなった三吉は事態を察した20分前に課長室へ入ったのは偽物である課長に変装して入り込んだのだとするとそれは 教頭以外にありえない課長三吉は大声にすぐ罰罰所の周りへ非常線を張ってくださいあなたに化けて課長室へ侵入したのは教頭です何のために上森夫人の宝石を取るためですそうか橋本課長はわめくなり限界を命じて ダットのごとく課長室へ殺到したがドアを開けると意外にも偽の橋本は悠々ゆうゆうとテーブルに向かって何かしているいたと三吉がわめく今度こそ逃がすな橋本鬼警部はだっと相手に突っかかった相手は不意をつかれて手も足も出ない椅子とともに仰向けに倒れるところを 飛びかかった橋本課長はうむを言わさず捕まえてしまった。さようなら春田君。その一。どうだ。動いてみろ教頭。橋本課長は相手を椅子へかけさせてさも得意そうにわめいた。天下の教頭もこうなってはみじめなものさ。 悪行の報い一挙に至るというところだ。どうだ何とか言わぬかば、バカ者バカ者だもんおお、やかましい。声が高すぎるぞ。俺は、俺はまるで囚われたライオンのように怒号し荒れ狂い始めた。橋本課長は下打ちをして。黙れ 黙れと言うにこいつと振り返りこいつを連れて行け当面したそして部下の者がなおも叫び狂う教頭を連れ去るとどっかり椅子にかけて「春田君まあかけたまえ」と言った下で君の捕獲したスパイを見たよそれから林政局に倒れていたやつも連行してきた 傷か傷は太ももの貫通層だから大したことはないさで松井外相はどうしましたハハハハ君も外相が撃たれたと思っているんだね課長は愉快そうに笑った何ですって課長つまらぬ茶番さ僕は今度こそ教官を捕まえようと思ったから外相と相談して わざとやつらをおびき寄せたのだだって現に消音銃で撃たれてあれは人形さ刑事課長はにやりとした僕は東京一の人形師に命じて外傷の人形を作らせておいて松井男爵が入ってくるとすぐ電灯を消して人形を椅子にかけさせたのだやつらはそんなこととも知らず 人形を射殺して安心していたというわけだいや大笑いだよ課長は腹をゆすって笑った今度の事件は君の推察通りだ××松松国政府が政治上の機密の漏れることを恐れたのが原因で上森夫人は実は××国の女スパイだったんだえあの夫人が××国のスパイ あの美しい顔を一皮むけば憎むべき売国度の正体が現れただろうしかしサンフランシスコ領事館の夜会の時あの女は松井男爵の鋭い目に睨まれてひとたまりもなく兜を脱ぎ今までのスパイの役目を捨てて正しい日本人に帰ることを誓ったのだこの事情はすぐバツバツ国の密偵に探知されたそれで 上森夫人がスパイをして稼いだ巨額の富と宝石を持って帰国するのを追跡しついにこれを殺害してしまいさらにその事情を知っている松井男爵をも暗殺しようとしたんだ猫目医師の指輪は要するに暗殺の標識だったのさ課長はそんなこともご存知だったんですか驚いたかねははは 鬼警部は愉快そうにしかし犯人捕獲の巧妙は君にしてやられたよいずれ君には特徴があるだろうところでと振り返ってあの偽物が宝石に手をつけたかどうか調べなければなるまいおい村田君保管倉庫から上森夫人の宝石箱を持ってきてくれたまえ大急ぎだおや 春田君は帰るかいもう僕には用がなさそうだしそれに帰って長官の記事を書かなければなりませんどうも失礼しましたじゃあ出勤いずれ商用の通知をあげるよ春田三吉は課長室を出たいつも平平ぼんぼんたる橋本刑事課長が今日はなんと素晴らしい敏腕ぶりを発揮したことだろう 今度の事件が国際スパイ問題から起こったということは自分だけ知っていることだと思っていたのにあの課長はすでに何もかも明察していたのだそれにあの偽課長の教頭を取り押さえた腕前はどうだ橋本課長も立派なもんだぞ三吉は自分の手で教頭を捕まえようと思っていたのであるそれを課長に先手を打たれたのだから少なからず尺だった 社へ帰ったのは深夜1時に近かった編集部では待機の姿勢でほとんど全員が待ち構えていた東方日報社独占の「神森夫人殺人事件猫目石の謎」踊る暗殺スパイ団という特大記事を長官に載せるためである社長はいるか机へ向かいながら三吉が聞いた。 さっき電話がかかってきましたよ何でも一時半までには帰るそうですよし帰られたら知らせてくれ三吉は鉛筆を取り上げチューインガムを口へ放り込んでさらさらと原稿を書き始めたその二三十分ほど夢中で書いた しが帰られました。と球児が知らせに来たが耳にもかけず書き続けている各くそばから原稿は工場へ運ばれていくのだすると間もなく「お茶をお上がりなさいませ」という声がしたよしそこへお、OK、け返事をしたがふと振り返ると「いや君か」 と三吉は驚いて鉛筆を置いたそれは上森夫人の次女定えであったお言葉に甘えて伺っていましたよかったよかったあれからすぐ社へ来ていたんだねはい少女は悲しげにほかに頼るものもありませんしご親切なお言葉に従ってこちらへ参ったんですの。 それが一番いいんだ。三吉は少女の手を握って君も今度の事件ではさぞ心を痛めたろうこれからは僕と社長できっと君を幸せにしてあげるよすみません元気を出してさあ笑うんだ君の美しい顔は笑うのが一番似合っている今夜から僕を兄だと思いたまえ 春田様少女は思わず三吉の手を厚く握り返すのだったその時卓上電話のベルがけたたましくなったああ、春田です。三吉が受話器を取るといやあ春田君だ三吉は仰天した相手の声は「あ 紛れもない教頭ではははは、<laughs> 驚いたかねもちろん拙者は日本ルパンの共闘だよ君は抜粛バツバツ署を出たのか出たのかってさようバツ,バツ署の警官諸君は一斉に敬礼して僕を送り出してくれたよなぜならば僕は 橋本課長の服装をちょっと借りていたからね。わけがわからん。思もっとも。それでは簡単に話してあげよう。つまり一言にして言えば、さっき後から現れたのが偽の課長。すなわち拙者だったのさ。なんだって先に帰っていたのが本物で、 あとから二人の部下を従えて現れたのが実は教頭だったというわけさ君がそれに気づかなかったのは意外だよなぜって運転手に化けてブブロフを縛り抜抜所の前で君に引き渡したのは拙者だそれは君が知っていたろうところが課長はそれより20分も前に課長室へ帰ってきたもしそれが教頭なら ブブの負を縛るわけにはいかんはずじゃないかどうだねあ<ー>うなったねハハ <laughs> 人間はひどく驚くとうなる以外に手を知らぬらしい拙者が君と一緒に課長室へ行った時あの鬼警部もひどく驚いていやびっくり仰天してうなるだけだったそうだろう 誰だって自分の他に自分が現れたら仰天するさ課長はうなりわめき暴れたんだ拙者はその暇に先生を退却させて一仕事したのさ事情がはっきりした何たる基地何たる大胆教頭は自ら刑事課長に化け 本当の刑事課長を見事偽物にしてしまったのであったところで拙者がなぜこんないたずらをしたか改めて説明するようはあるまいな約束通り上森夫人の宝石は頂戴したよ拙者は宝石をもらうと誓っただからそれを実行したのさ君が帰るとき拙者は宝石箱を持ってこいと言ったろう あれをそのまま頂戴してきたんだいずれこの金は東北地方の貧民救済事業に寄付するよじゃあこれで失敬また事件があったら仲良くやろうな春田青年万歳電話はガチャリと切れた教頭は宝石を取った日本ルパンは最後の土壇場で見事な芝居に成功したのである 三吉は鉛筆を置いて社長室へ飛び込んでいった社長社長は相変わらずかわいすに長くなってグーグー眠っていたと不意に三吉はビクッと身震いをしたなぜか知らん眠っている社長の姿を見た刹那もしや教頭はこの社長ではないかという気がしたのである しかし、すぐその馬鹿な考えを打ち消し、社長の眠りをさまさぬように注意しながら、そっと戻った。今度は逃した。しかし、いつか必ず教頭の正体を暴き出してやる。日本ルパンの手に、手錠をはめてみせるぞ。三吉は拳を握ってつぶやいた。工場ではすでに、 猫目石殺人事件の記事が半ばすり上がっていた。